あ、旋回順番変えるって言ったけど、なんか変えられるのはコントローラー関係だけだったわ。あらら。っていうことは順番はこのままなのね。だから毎年最後のブラックのターンは脳幹ってことでやっていくぜ。まあよかろう。おいこら、わろた。開幕いいスタート。あ、でも。あぶねー。なんで一等地を抜くカードを捨てなかったんですかねー。だ、黙れ。破壊。ふわ。デリキラーかー。そういえばそんなのもあったなー。まだ余裕はあるから独占を崩していくぞ。ここの独占を崩すでー。100ベイノットリガー。小賢しい。10億の物件は全部奪うぜー。さてさて、刀狩りの時間だー。これで一等地を抜くカードゲットか。もちろんブラックだぜー。これで俺様も一気に億万長者だー。いいぞいいぞ。あー、絶好調終わった。もうこれ以上貧乏神に邪魔されるわけにはいかねえ。ゴールしてやるー。おい、二神まだ早いって。今ブラックに貧乏神つけてもすぐ付け返されるぞ。うるせえ。もう俺は犠牲になるのは嫌なんじゃー。あーん、ふん、仲間割れか。よっしゃー。俺が一等地を抜くカードで金をゲットして、じっくり九州の偉人たちを潰す予定が。二神の暴走のせいで。いえい。すぐ付け返してやる。見えかー。はいはい、ちゃんと仕事はするからいいでしょ。まあ独占は崩したな。これでよかろう。ぴったりかー。俺かよー。セフセフ。これ、いらねえ。なすりつけるにしてもそこ難しいからな。ウォーロイヤル EX で何としても付け返してやるー。ふんす。あー、雑魚が。どんまい眠い。お前のせいだろうがー。とりあえずは功労士を潰す。前回出てきたしな。赤穂浪士打ち取ったりー。ちぃ。ついでにこれも。まあカードが無事ならオッケー。おいー、今乗っ取りした物件。わろた。おいー。見事に全部売られたな。ピエン。さあ俺のターン、刀狩りだー。ふわ、刀狩り。一等地使わねえのか。眠いー。しかも俺。なんでダビングー。ちょま、お前まさか一等地を抜くかどう。100倍乗っ取りで奪いまくって、金が減ったらまたダビングした一等地を抜くカードで増やす作戦か。なるほど。じゃあ眠い俺たちも協力プレイだ。協力プレイ？貧乏神をなすりつけ合いながら進んでいこうぜ。おお、二神にしては冴えてるじゃねえか。えへへ。どいつもこいつも小細工ばかりしやがって。細胞ドーン。待ってたよー。お金お金ー。余計なことすんじゃねえよ。完全に流れは俺たちだぜー。やべえ。物件が。あ、泥棒。泥棒はお前らだろうが、物件奪う系の偉人は優先度高めだな。あん。俺にも来たか。
俺の地元宮崎で。サンキュー。ほいほい。さあここからは二神と連携プレイだ。バッチコイ。よろしくこっちだ。10億円の物件は全部乗っ取るぜさてまずは一等地を抜くカードをダビングだ。よろしく。うしし。刀狩りじゃー。まだかよ。俺のもう一枚のダビングカードを。許せ眠い。ちゃんとこれで俺がブラックの牙城を崩すから。そして最後に1、2君臨するのはこの俺様だぜ。望みしかねえから望みで。でけえ。まあまだゴールはしないでいいか。とりあえずよろしく。ほいほい。連携だな。カード取られるの厄介だしな。いただくぜ。クソが。いいぞいいぞ。他にも少し奪ってターンエンド。おいこら、また来た。あれ？このセリフは。ふん、残念だったなこじきども。おいどんだー。まさかのおいどん。お金配ってくれよう。引き続き二神との連携プレイだ。急行でいっか。あー。おいー。わろた。許せ二神。クソがー。俺はいっか。さあもう一枚ダビングするぜー。これで3枚になったか。でもこれでブラックの物件をかなり乗っ取れるはずだぜ。さすがに3枚で来られると厄介だな。じゃあ1枚目いくぜー。いけいけー。そうでしょそうでしょ。よっしゃー。一気に9兆円。でけえ。なんとかして眠いに付け返したいが、でももったいないしな。ここは普通で。乗っ取るぜー。お、それならオッケー。おい待て、ちょま、ベビキュラー。俺は自分が犠牲になってでも眠いと貧乏神連携プレイをしたんだ。神様はちゃんと見てくれてるはずだー。たー。マジかよ、すげー。二神やでー。ありがとう神様。これで奥井に続いて二神も大金を。お、俺のこと見捨てないよね。貧乏人はちょっと。おい。俺たちセレブなんで。おいなに？取り返しカードの時間だー。おいどん巻き込まれてて笑った。まあまあ長くだな。金はいらんぞ。
ここは望みで行くか。周遊行けないか。聖徳太子潰すか。乗っ取るぜー。聖徳太子討ち取ったりー。結構いい感じに陣潰せてるぜー。鬱陶しい野郎どもめ。10億円分は全部乗っ取り完了。さあって金は貯まったからな。ここからは俺も乗っ取りでガンガン貢献していくぜー。とりあえず厄介なのは龍馬だな。くそ、龍馬を。物件奪う系は最優先だからな。オラー乗っ取ってやるぜー。よしよし。龍馬討ち取ったりー。クソが。てか余裕で全部乗っ取れるから長崎いただきますわ。ちょま。龍馬は奥へに寝返った。あんな野郎に。よっしゃ俺も金持ちになるぞー。俺じゃなくてブラックに使えよう。まあ奥へに使ってもまだ一等地を抜くカードがあるからな。さあ集中タイムやでー。ブラックだー。俺の金を直接奪いに来やがったか。いいぞいいぞ、もっともっと。でけえでけえ。うおお。よっしゃー。お前ら、いい加減にしとけよ。俺はもう金持ちだから全然痛くも痒くもないぜ。やれ。あー。ここでそれは痛いな。おいどんめー。まだまだ独占を崩していくぞ。ここかな。俺にも一等地壁ビキュラーかもん。ほうほう。いかんぞ。眠いはそんなことしないよね。貧乏人呼ばわりされたからな。龍馬これからよろしく頼むぜー。もちろんだぜおいー。お、俺は悪くないから。さあ俺も物件乗っ取りまくるぜー。ふんす、神戸2号。独占はできないからここまで乗っ取っておくぜー。それナイス。邪魔だよ。ベビキュラーといい実は服の神説。いけ。まあそれなら全然オッケー。眠らせるやつしろよ。ナイスだ。白はあかん。まずい。おいどんやめてー。どんどん持ってこい。投げー。よくやったぞ。ふん。独占だー。あー。赤穂浪士復活。ま、それくらい抵抗してもらわないとこっちもね。潰しがいがあるってもんだぜ。調子に乗るなよ雑魚ども。ちょっと周遊マスに行きたいなー。
ゴールできるけどスルーで、牛いけるな。これで新品だぜー。よろしくー。あん、ちゃんぽんか。まあどうせ動けないしね。さあ俺のターン。おいー。え？え、じゃねえよー。これはさっきの妖魔の恨みやろな。これ以上貧乏神と一緒にいてキングにでもなられたら困るからね。クソだー。あざっすー。大こぼれゲット。ボーナスボーナスー。しかも奥井は動けないからな。北海道か。くそ、こいつもここまでか。まあおいどんをここで消せたのは大きいな。飛ば全部乗っ取ってやるぜー。マジかよ、ちぃ。さすがにこいつら金持ちすぎだな。復活の赤穂浪士。しっかりやれ。ちょま、デビル派遣。そんなの使ってくるのかよ。なんで俺ー。セフセフ。奥井どんまい。アーキングが2匹もいるー。カードを上書きされるのね。これは痛い。遠いけど地道に行くしかないか。あ、もうおいどんいなくなったのに。関係ないのね。ピエン。バカたれー。龍馬が、ふん、ざまあみやがれ。奥井どんまい。元はといえばてめえがボールしたからだろうがー。えへへ。まあ結果的に龍馬を打ち取ったってことだな。物件の恨みは恐ろしいぜー。まあ痛くもかゆくもないぜー。ここは飛んでいこう。赤峰ってなんかあった気がするけど、まあいっか。さあカードを整えるぜー。リニア周遊を2枚、パトカード、ロイヤル EX を買ってターンエンド。なんか来たー。俺だ。もらっておいてやる。赤穂浪士だ。ちょうど12月だったか。俺かさあ、どんどん進んでいくぜおい、投げよう。やべー。一等地を抜くカードが危ねー。
でも時間の問題だろうな。せっかくダビングしたのに。だから全部お前のせいだろうが。えへへ。望みで行くぜー。余裕あるし毒栓潰しておくか。二神よろしく。釣りの銀次で黄門様に防がれると厄介だからな。水戸に行くぜー。黄門様は俺がいただくぜー。全部乗っとるんかい。まさか黄門様まで仲間にするとは。どうせすぐ奪い返してやる。剣心久々の出番だ。俺の戦闘くんグッズがー。さあどんどん進むぞ。よっしゃー、やっと動けるようになったか。進行形全部なくなったか。ここは刀狩りで奪うぜー。ブラック、二神じゃねえのかよ。これは悩むなー。距離的に貧乏神はなすりつけれそうにないから、ぴったりカードもいいけど、それじゃその後の行動が大変だしなー。ここはリニア周遊にするぜー。まあカードじゃなければ今はオッケー。龍馬も消えたしな。デビル派遣はすぐ消えるのね。うしし。黄門様、もちろん一緒に行こうぜ。あざっすー。望みで行くぜー。偉人のところはいけないから千葉で。あーん、とりあえず落花生畑だけで。結構高いからなー。嘘でしょ。ふん、絶好調だ。ここで絶好調とか。ブラックの絶好調はやばいんだよな。ここはひたすら耐えるしかないか。あまりにもお前らが調子に乗ってやがるからな。そろそろお灸の一つでも据えてやるぜ。攻撃系効かないのが強いよな。どうやっても止めれないからな。細胞ドン。おいドンダメ絶対。奥井たちは金があるけど俺はないから助かるぜー。さあ行くぞ。くそ、もう少しゆっくりできると思ったのに。奥井も早くこっちに来た方がいいぞ。オタルの毒栓潰しておくか。とりあえず10億の物件だけで。これでターンエンド。リニアで急ぐぜー。これー。ここはワンチャンヘリでショートカット狙うか。それはありだな。さあ頼むぜー。銭箱ナイス。これで奥井も北海道上陸か。お、俺も急がねえと。来たぜー。来か。
なら OK け。あーお前さっさと消えろよ。急げ、急げ。うっし。これで今ゴールすれば貧乏神はブラックだな。あう。わろた。これ他のプレイヤーが動いてる時も動くのね。なんか頑張って飛んでて可愛いな。どうやこいただくぜうんちー金を持ってこいよくやったここで俺がゴールを決めれば、ブラックに貧乏が見つけてみんな脱出できるはずだ。頼むぞ眠い。どうだ？ダメかー。残念。おいー。とりあえずよろしく。ここのままで。俺が決めるぜー。奥へ決めてくれよー。よっしゃー。ナイスー。でかしたー。クソが。逃げるだけだぜー。イエーイ。さあ遠いとここい。オッケー。乗っとるぜー。全部かよ。まあ奥は一等地を抜くカードあと2枚あるしな。そういうこと。うしこいつも消えた。ほんじゃ諸君あとは頑張ってくれたまえ。おい、一人だけ抜けがけかよ。赤峰で。ここなんかカードがあったような気がするんだけど。乗っ取り放題。強奪飛びもあるぜー。こりゃ俺たちにとってバカンスじゃねえか。望み周遊を打って乗っ取り放題2枚、強奪飛び周遊を1枚買ってターンエンド。決算やでこの1年でどう変わったかな。一応収益は少しは出るようになったぜ。ふん、俺は下がったがまだまだ余裕だ。辛いです。まあ眠いもカード次第で全然増やせるから。諦めないで。まだまだ余裕だが乗っ取り放題カードとか買われたのがな。次回バンバンブラックの物件を乗っ取っていくぜー。結局ここでセーブするから毎回ブラックのこれが脳幹ってことね。そういうこと。順番はいじれなかったから仕方ないね。ここにも乗っ取り放題とかあったのか。覚えておこう。奥井と二神はうまいこと大金をゲット。俺もなんとかして大金を手に入れないとなー。続く。